はい、こんにちは、116ウィンズです。開幕して1週間ほど経ちましたが、ここまでの日本人選手の活躍で特に目立つのはやっぱりカブスの鈴木誠也選手ですよね。ロックアウトが終わった後に5年契約でカブスと契約し、まだ6試合ではありますが、すでにホームラン3本に10打点、4月12日のパイレーツ戦では早速1試合2ホーマーも記録したりと、毎日打っているんじゃないかと思うくらいのここまでの活躍ぶりです。バッティングだけでなく選球眼も素晴らしく、フォアボールもすでに5個選んでいるんですが、デビュー4試合目時点で8打点以上、4フォアボール以上どちらも達成した史上初の選手ともなりました。ロックアウトが長期化した関係でオフが3ヶ月以上ストップしたり、そのせいでスプリングトレーニングが短縮されたりと、シーズン前に MLB への適用にかけられる時間も多くなかったので、シーズン始まってからもしばらくは調子を上げるのに時間がかかるかと思いきや、この活躍ですから本当に素晴らしいですよね。もちろんまだシーズン序盤なので、これからどうなるかはわからないにしても、鈴木選手の MLB でのキャリアを最高の形でスタートさせることができたのではないでしょうか。さて、そんな鈴木選手の好スタートにカブスファンの方々も大喜びされているかと思いますが、鈴木選手のロケットスタートを見て思い出すのは14年前、鈴木選手と同じくカブスで MLB デビューを果たした福留孝介選手ですよね。福留選手は2007年オフにカブスと4年総額4800万ドルの契約を結び、チーム史上初めての日本人選手となりましたが、彼もまたルーキーイヤーとなった2008年、開幕からいきなりインパクトのある活躍で、カブスファンの心を掴んでいたのは皆さんも覚えているかと思います。今回はそんな福留選手とデビューからの活躍ぶりを中心に、ちょっと振り返っていこうかなと思っております。福留選手のデビュー戦、2008年シーズン開幕戦での活躍は、おそらくカブスの歴史の中で見ても開幕戦でのパフォーマンスとしては屈指のものだったのではないでしょうか。スプリングトレーニングでは打率2割7分を残しながらも、長打力をあまり発揮できていなかったので、カブスファンの期待は開幕戦の時点でさほど高くはなかった印象でしたが、それを全て覆すくらいの活躍だったのがこの試合。5番ライトで先発出場すると、第1打席は当時ブルワーズのエースだったベン・シーツからいきなりツーベースを放ちまして、早速メジャー初ヒットを記録すると、第2打席フォアボール、第3打席もヒットを放ち、いきなりの3出塁。これだけでもデビュー戦としては十分仕事したとも言えそうですが、1番の見せ場は3点ビハインドで迎えた9回裏、ブルワーズの新クローザーで、かつてはサイ・ヤング賞にも輝いたことのあるエリック・ガニエを相手に、ノーアウト1、2塁のチャンスを作ると、打席には福留選手。ボール球を見極めて3ボール1ストライクとバッター有利なカウントを作ると、甘く入った5球目の速球を完璧に捉えた打球は右中間スタンドへ、起死回生の同点3ラン。 It's gonna happen、 何かが起きるぞと書かれたボード、Google 翻訳の精度が当時低かったので、なぜか偶然だぞと誤訳されていましたが、このボードを持ったファンの通り、福留選手がその何かを起こしましたよね。ファンは日本からやってきた新しいヒーローの登場に熱狂、福留選手もカーテンコールで応えました。追いついたカブスはその後延長で敗れてはしまいますが、福留選手のデビュー戦はただの一度もアウトになることもなく、3打数3安打1四球、カブスファンにド派手な挨拶を決めました。そしてこの後も福留選手の調子良かったですよね。デビュー7試合目まで毎日出塁し、マルチヒットを記録した試合も開幕戦含めて4試合、デビュー7試合目時点で24打数11安打、打率にして4割5分8厘。福留選手は日本時代からアプローチの良さが評価されていた印象ですが、メジャーでも変わらぬアプローチを発揮して、7試合でフォアボール7個、これに対して三振はわずかに5個と、フォアボールの方が上回っている点もまたいいですよね。この時点での福留選手は打率が MLB 3位、OPS が MLB 5位と文句のつけようがないくらいの活躍で、またボール球スイング率もわずかに 4.6% で、こちらは MLB 2位。今の鈴木選手もボール球スイング率が今のところ極めて低いとされていますが、実は福留選手も開幕してすぐの時点では同じような感じでして、それだけ2人とも開幕からボールがよく見えていたからこそ、あのようなロケットスタートを決めることができたんでしょうね。で、話を福留選手に戻しますが、3月、4月全体で見ても成績は素晴らしく、打率が3割2分7厘、OPS 9割1分6厘、フォアボールは依然として三振の数を上回る19を記録し、これはこの時点の全打席の 16.2% に相当しますが、福留選手のバッティングの良さ、アプローチの良さが光る1ヶ月間ともなってましたね。当然ながらこれだけいきなりインパクトを残すルーキーが出てきたとなれば、ファンもそうですが、メディアも注目せざるを得ないでしょう。2008年はちょうどカブスが当時最後に世界一となった1908年から100周年にあたる年で、この節目の年にかねてよりチームを苦しめてきたヤギの呪いを打ち破ってほしいという思いが、おそらく地元シカゴでは特に強く、またチームも4月末の時点で17勝10敗と地区首位に立っていたことから、その期待はさらに高まることになります。
地元紙は福留選手がデビューから1週間経たずにレギュレーフィールドのロックスターになったと表現していましたし、またスポーツイラストレイテッドでは100年間続いたカブスの呪いを解く存在として福留選手をカバーに It's gonna happen 日本語で絶対やれると掲載。今思えばこんなカバーは阪神の V アネンバリの縁起物にしか見えませんし、スポーツイラストレイテッドのカバーを飾った選手やチームはその後苦しむジンクスもあるため、カブスファンもみんながみんな歓迎していたわけではないようなんですが、福留選手の扱いはカブスの救世主のような感じで、まあそれだけ福留選手にかかる期待は大きかったわけです。ただ開幕からの好スタートを切った後の福留選手がそれと同じような活躍ができなかったのは皆さんもよくご存知かと思います。4月までは先ほども触れた通り打率3割2分7厘 WRC プラスも137と平均を大きく上回る水準のバッティングを見せていた福留選手も、次第に他球団からのマークも厳しくなったりして成績も低下、月を追うごとに成績は悪化の一途をたどりまして、5月以降をまとめると打率2割4分1厘 OPS 6割9分5厘 WRC プラスはわずかに79とリーグ平均を 20% 以上下回るバッティングと苦しい日々が続きまして、最終的にはカブスのルーピネラ監督も我慢の限界を迎えてしまい、プレーオフではとうとう使う意味がないとまで言われることに。カブスもこの年97勝を挙げて地区優勝して臨んだプレーオフもダイヤモンドバックスを相手に3連敗を喫してしまい、あっさりと敗退。最後の世界一から100年目のシーズン、一時は福留選手が救世主となるのではと期待がかかりましたが、それが実現することは残念ながらありませんでした。福留選手の成績低下にはやはり他球団の研究が影響しているでしょう。4月までの福留選手は真ん中からアウトコースのボールを中心にヒットを量産していましたが、逆にインコースやアウトローボール気味のゾーンではあまりヒットを稼げていなかったことから、徐々に結果が出ていないエリアへの攻めが増えていったようですね。まあこういった感じで福留選手のメジャー1年目を振り返ると、やはり1年間162試合も戦って成績を残す難しさを感じますし、しかも相手からの研究を乗り越えていろいろと対応していかなければならない点も、これをさらに難しくしている印象です。鈴木選手もまずは開幕から好スタートを切りましたが、今後徐々に研究も進んで他球団からのマークも厳しくなってくることでしょう。その時に鈴木選手がどのような対応を見せるのか、いかにして成績を伸ばしていけるかが今後ポイントとなってきそうですね。ここまでのバッティングですとかアプローチの良さで、鈴木選手がメジャーで通用しうるポテンシャルを持っていることは証明したと思いますので、シーズンまだまだ先は長いですが、カブスが期待しているようなオールスタークラスの選手になることを期待したいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。